外務省はイスラエルとハマスの衝突開始後初めて、ガザ地区に滞在していた日本人10人とその家族がエジプトへ退避したと明らかにしました。外務省によりますと、日本人10人とその家族のパレスチナ人8人がガザ地区からエジプトとの境界にあるラファ検問所を通り、エジプト側に退避したということです。国際機関などに所属しない日本人らに対しては、カイロまで日本政府がサポートするとしています。一方で、退避を希望せず残っている日本人がまだ少数いるということです。